あの、お世話になったし、車が欲しいなとか、なんか家が欲しいなとかさ、うちの上司は憎たらしいなと、もう本当に死ねばいいのにバカ野郎、こういう感じのやつね。で、子供だとか、なんか、お綺麗なお姉ちゃんとか見ると、まあ、男の場合ですけど、あ、可愛いなとか、なんか、なんとか抱きしめたいもんだと、こう思ったりしたりしちゃうと。これ、こういうのは、こう、俺を思ってる私がこうあるわけだ。それで、いろんなことを、こうでまあ、もちろんある程度もちろん道徳的でありね、で、まあ、いろいろこう あるんだけれど、で、要するにさ、こっちを直そうとするスタイルっていうのがあるわけよ。これは、まあ、仏教でいうと清浄仏教なんだ。これを なるべく消していこうと、これが要するに苦しみのもとであるという立場。これはね、別に間違ってるわけじゃないんですよ。それは事実その通りなんだけど、で、まあ道元さんとか禅なんかではこっちへ向かってもしょうがないと、数が限りはねえと、これだともういくらでもあるわけだよ。人間の煩悩って何だっけ、除夜の鐘でいくつだっけ、108でしたっけ、36×3 だよね。なんでそうなってんだっけ、忘れちゃったけど、それ108ある、宿派、まあ、それでだからもうキリがねえと、でそれの根っこにあるのはこれだろうと、まあクリシュナムーティなんかそうだけど、こっちでしょうと。だからこっちを諦めない限り、例えばいろんなルールやって、まあ、人を殺しちゃいけないとか、まあ、欲しがっちゃいけないとか、ああでもないこうでもないやったところでもう大変だと、もうヘトヘトになっちゃうと、決着のつけようがないと。でそれで仏道を習うというは自己を習うなりっていうのは、この私っていうものをこの究明しない限り、いろんなルールを作ったところで意味がないだろうと。それはみんな教え込まれて、なんかどっかのなんか変な道徳の時間かなんかで、ああしなさいこうしなさいってなんか書いてあるからね、学校の先生がこう言うから、ああでもないこうでもないってやってって、これもう、しょうがないでしょうと。そうじゃなくて、それの根本ってのは何かって言ったら、この私が、これがあるからでしょうと。だからこう習う、そうですね、仏道を習うという話で、自己を習うなりで、私というのを一体どういうものなのか究明しなさい。だからこっちはいいと、とりあえずほっとけと。で自己を習うなりだ。で自己を習うという話だ。でそれでじゃあ自分のことを習うっていうことはどういうことかって言ったら、自己を忘れるなりだっけ。自己を習うというは自己を忘れるなり、忘れるっていうのは忘れるね。自己っていうものがを要するに一生懸命究明しておくと、そんな塊が私という塊、私という塊はないよと。だから私は私のことを忘れてしまいますと。これさっき言いましたけど、これがさっきの道元さんが言った信心脱落の時、うん、私という塊がないよということで、それが信心脱落するってことは、私というものを忘れてしまう、私を忘れてしまう。で私、自己を忘れるというは万法に称せられるなり。で私というものがなくなっちゃった時、こう私があって、まあ、宇宙っつっても世界っつってもいいんですけど、世界がこれを万法っていうんだよ。
法っていろいろな法っていうのは差別っていうか、山は高く海は深いとか、そういう水は上から下に流れるとか、そういう法律の法と一緒ですけど、そういういろんなこの千差万別のこの世界、これを万法っていう。で、万法に称せられるなり、これがなくなっちゃった時に私が万法になっちゃう。私が、まあ、こうだな、万法に称せられるのないだから、万法が私に飛び込んできちゃう。だから全世界が自己に変わってしまう。それは万法に称せられるのない。称せられるっていうのは悟らせるっていうんだな。全てのものが自己を悟らせてくれる。要するにこっち側で何て言うの、世界に対して自分っていうものがいつも私たちは対峙してるって考えちゃうけど、対抗してる、世界に対抗しながら生きている。で、そうやっていくのから、この自己がを忘れちゃったらば、対抗しなければ、要するに包みが切れたっていうのかな、なんつうの、包みって防波堤じゃない、なんつうの、なんつうんでしたっけ、川の堤防みたいな、そうそう、堤防が決壊したみたいな、みんなブワーッとなだれ込んできちゃう。それが万法に称せられるなり。そして万法に称せられるというは、自己の信心および他己の信心をして脱落せしむるなり。っていうのは、万法に称せられるっていうのは、まあ、今と同じだけど、自己の信心脱落なんだ。だから自分がもうなくなっちゃいますよと。なくなっちゃえば楽なんだよ。これをよく禅なんかだと死に切っちゃえとかね、そういう言葉使うんですけれど、もうなくなっちゃう。で、自己の及び信心及び他己の信心をして脱落せしむ。他己っていうのは、例えば柴田さんいて、なんか柴田さんっていう塊があるんじゃなくてね、なんか奇妙なもんがあそこにあるんだと変な人がなんか変な感じだなと。だからこう、要するに対立関係がなくなっちゃうんだな。鳥さんなんか、なんだろう、人なんか変わった生き物だなと、ウサギじゃないだろうなと、こういう感じになってると。夏子さんで、それでずというふうになると。他己の信心をして脱落せしむるなり。信心を脱落するっていうのは、塊をなくしちゃうんです。だから奇妙な生物体が人間を見てもただ動いてるだけで、で、喋ってることも、あ、喋ってる、人形が喋ってるのと同じように見えると。そこに、そうすると感情移入が起きないでしょ。対立関係が変わった生き物がいるなと、こういう、まあ、感じですね。他己の信心をして脱落せしむるなり。これはそうなんだ。五尺の窮屈なる相手、窮屈なる五尺を長調室ならしむ。長調いでならしむだ。五尺の、それでこれはここまでが悟りのところなんだけど、悟りの、まあ悟ってそれはそれで非常に結構な話なんだけど、それが悟りだっていう認識をしてるってことは、どういうことかって言ったら、日常生活と悟りと別になってるってことなんだな。そうじゃないと認識できないんだよ。そうでしょ。やっぱり胃の調子がいいなと思った時は、普段胃の調子が悪い人なんだな。いつも胃の調子がいい人はね、胃の調子がいいとは思わないんだよ。ということはどういうことかって言ったら、悟りがそのもの、その人の生き方自体になった時に、もう悟りがもう、頭に浮かばなくなると。だから悟ってるというもう感じもなくなっちゃうんだな。ちょうどイメージで言うと